背景です。今回は走行も発揮、連敗止めるということで、今回は本日6月5日に行われたベイスターズとの試合を振り返っていこうと思います。最後までご覧ください。それでは集中ら飛び出し連敗止めるということで、今日の試合振り返っていこうと思います。今日はですね、ライオンズ6対4で見事勝利を収めました。まずはね、試合の方を簡単に振り返っていきます。まあね、ちょっと2連敗ということでね、まあ阪神2連勝したいい流れで来てたんですけれども、ベイスターズ2連敗ということでね、まあまたちょっと連敗街道入ってしまうのかっていうところで、まあ迎えた、今日の試合、先発を任されたのは松本航投手でした。初回2回とね、しっかりとゼロに抑えて、3回に打線が爆発をしました。源田選手、外崎選手の連続ヒットでチャンスを作ると、3番の鈴木翔平選手、今日ね、3番に大抜擢ということでね、起用された、鈴木翔平選手が、内野ゴロで、まずこれで1点を先制します。で、その後4番の牧野選手、5番の渡辺健人選手が連続タイムリー。で、渡辺健人選手はね、タイムリーツーベースということで、ね、これがおそらく今シーズン初の長打ということになりました。なので、まあ今後ね、本当にパワーっていうところは自慢だと思いますので、まあ長打っていうところをね、もっともっと打っていけるように頑張ってほしいなというふうに思います。で、まあ、その後ね、また若林選手が出塁をするとですね、まあ、1、3塁だったんですけれども、若林選手が盗塁をしてですね、で、その隙に渡辺健人選手3塁ランナーだったんですが、ホームに生還してきてですね、まあ、ダブルスチールという形で、4点目を、奪いました。で、一気にね、まあ、この3点に4点を奪ったということでね、まあ、本当に松本投手にとってはもう大量援護ということですよね。まあ、なかなかやっぱりライオンズで今の打線だと、こう、一気にね、4点取るってことね、そんなにできないんですけれども、まあ、こんなね、もう早い回の段階からね、4点を取ってくれたということで、ね、本当にもう松本投手にとっては大援護ということでした。まあ、しかしね、その松本投手、まあ、この点を取ってもらった次のすぐ後に、まあ、点をまた許してしまうということでね、まあ、宮崎選手の2点タイムリーで、まあ、ちょっと2点を失ってしまいました。しかしね、まあ、その後4回5回というところはね、しっかりとまあ0に抑えて、まあ、5回でね、まあ、降板ということになりましたね。まあ、正直ね、もう少しやっぱり松本投手の期待値的なところを考えると、まあ、当たり前のようにもう6回投げてほしいというところではあるんですけれども、まあ、若干ね、球数も100球近くいたところだったりとか、まあ、あとはちょっとね、代打とかのそういった兼ねとかもあってね、まあ、5回で降板ということになりました。で、まあね、その後はまあこうね、継投していくわけなんですけど、森脇投手、平井投手とこがね、しっかりと抑えて、で、8回ですよね。まあ、鬼門の8回。これ全く昨日と同じシチュエーション。4点差で8回を迎えたわけです。まあ、昨日の試合ではね、4対0でね、8回を迎えたというとこ。まあ、今回はね、6対2ということで、若干点数は違うんですが、まあ、4点差で8回を迎えたんですね。で、まあ、同じ場面で、まあ、また投げてきたのが同じ佐藤投手ということでした。で、昨日の試合ではね、8回に佐藤投手がこう4点差で出てきて、で、佐藤投手がこうピンチを作って、で、佐藤投手がね、こう自分でこう、ピッチャーゴロの送球を悪送球してしまって、で、それがまあ、結果的に引き金となってね、まあ、最終的に一気に5点を取られて、まあ、逆転負けしてしまったというのがあったんですね。で、まあ、本当に佐藤投手的にはね、もうすごい悔しい思いだったと思うんですけれど、またね、今日もこう同じようなシチュエーションでまたこの8回に上がってきました。で、まあ、今日はね、見事しっかりと、まあ、0点無失点で1イニングをこう抑えてですね。で、最後ね、まあ、松田投手、まあ、ちょっと点取られてね、守備の乱れとかま、取られてしまったんですけれども、まあ、最終的には6対4でね、ライオンズ勝利を飾ることができました。まあ、これで一応連敗ストップということになります。それでは今日の試合のポイントを振り返っていこうと思います。まずはね、佐藤のリベンジということで、まあ、佐藤投手がね、しっかりとこの昨日の悔しさっていうところをね、今日の試合でリベンジしてくれました。昨日の試合ではですね、8回に、まあ、同じ4点差の場面で、こう、登板をしてですね、まあ、自分のね、ちょっとミスから逆転を許してしまったというところでですね、まあ、非常にこう、悔しい思いをしたんですね。まあ、負け投手はね、佐藤投手じゃなかったんですけど、まあ、結局ね、あれがこう、引き金となって、まあ、流れを相手に渡してしまったと。いうところがありましたし、まあ非常にこうもったいないミスだったというところもあってですね。まあそういったところでね、ちょっと本人はこう悔しい思いをしたというのがありました。で、まあ今日もね、本当に4点差っていうこう同じ場面8回ってところでね、こう登板をしたんですけれども、まあしっかりとね、1イニングを無失点に抑えてね、まあ昨日のリベンジ、昨日の悔しさっていうところをね、しっかりと晴らすことができました。まあそれがね、やっぱり最終的にね、まあ9回ちょっと点を取られましたけれども、まあ勝利につながったんじゃないかなというふうに思います。まあただね、またちょっと今日も守備のミスがありました。で、この DeNA との3連戦は、まあ、まずこう初戦の試合、高橋光成投手投げた試合だったんですけども、まあ、あの試合でもやっぱり高橋光成投手がこうバント処理をミスしてしまって、で、結局そこからまあ DeNA 打線に捕まって、まあ、複数失点してしまったというところ、で、そして昨日の試合でも、まあ、佐藤投手がその暴投してしまって、
まあ、逆転まで一気に持っていかれてしまったというところで、まあ、非常にやっぱりこう守備のミスからこう失点をして、で結局それで負けるっていうことが、まあ、ずっとこの2試合続いていたんですね。まあ、なのでちょっとね、本当守備の方しっかりしてほしいなというところではあったんですけど、また今日もちょっと守備のミスがあったということなんですね。まあ、結果的には勝ったんですけど、最終回こう2点取られたんですけど、まあ、ランナー1位の場面で、こう、戸柱選手が、こう、センターとライトの間ぐらいに、まあ、フライを打ったんですね。で、まあ、別に、まあ、めちゃめちゃね、大きい打球だったかというと、まあ、普通ぐらいのフライで、まあ、全然ね、こう、若林選手センターで、川越選手ライトで、まあ、追いついてたんですけど、あの、二人ともね、交錯をしてしまってて、結果的にボール取れず落としてしまって、で、結局1位ランナーのオースティン選手が、こう、ホームまで帰ってきて、で、結局ね、まあ、それで、まあ、戸柱選手も三塁まで行って、で、最後内野ゴロでもう一点取られてっていう形で、まあ、このミスによって結局2点をね、取られてしまったというのがあったんですね。まあ、あれを別にちゃんと声かけをしっかりとこうできていたら、まあ、普通にこうアウトで終わってて、まあ、おそらく多分無失点でワンチャン終わったんじゃないかなというふうに思います。結果的にその後も内野ゴロだったので、まあ、今日はね、本当にまあ、さすがにこう、一気に同点だったり逆転とこまで行かれなかったけど、やっぱりああいうミスが本当にこう、失点につながってしまう。まあ、特に本当に DeNA 打線はもう強い打線になりますので、ああいうやっぱ守備でちょっと隙を見せてしまうと、やっぱりそこをまあ一気に持ってかれてしまう部分があるので、本当にああいった守備のミスっていうところ、まあ今回もやっぱ防げたミスだと思うんですよね。こう例えばなんか難しい打球を取れなかったとか、まあちょっとこう送球、外野手の送球ぼーっとしてしまったとかまだしょうがないと思うんですけれども、照明がこう目に入ってしまって、まあちょっとね、打球を見失って取れなかったとか、まあ、そういったミスならまだわかるんですけど、まあ今回はちゃんと川越選手と若林選手でもうコミュニケーションを取れてれば、まあ余裕で防げたミスだったと思うんですね。まあ、ああいった本当にこう防げるようなミスっていうところを、まあちょっとね、しないように今後は本当していってほしいなというふうに思います。で、まあ特にこの3試合ってところは今日のミスも含めて、やっぱりそういったのがまあ多かったし、まあそれが結果的にこう失点につながってしまっている。で、最初の2試合に関してはそれで負けてしまっているというところがありますので、まあ今後やっぱり上位進出ってところを本当に狙っていくのであれば、まあいった守備のミスっていうところはやっぱチーム全体でなくしていきたいとこうかなというふうに思います。次はね、攻撃面見ていきます。まあやっぱり良かったのはダブルスチールですよね。まあ3回にね、渡辺健人選手が3塁ランナー、岡林選手が1塁ランナーっていうところで、まあ、しっかりとこうダブルスチールをしてですね、まあ、渡辺健人選手も非常にこう走塁意識が高い選手なんですね。別にそんな足めちゃめちゃ速いってわけじゃないんですけど、まあ、しっかりとね、こう次の塁を狙う姿勢ってところがありまして、まあ、しっかりとね、そこで1点を獲得することができました。まあ、やっぱりね、こうただただね、走るだけじゃなくて、まあ、しっかりとこうケースバイケースというか、ああいったね、1、3塁の場面とかでこういった走塁をしていくっていうところをやっぱり今後もやっていってほしいんですよね。はい。やっぱここでの1点っていうところが、まあ非常にね、大きいと思いますので、まあ足速いとか遅いとかに関係なくですね、やっぱりああいった場面での積極的な走塁っていうところはね、今後もやっていってほしいなっていうふうに思いますし、まああれをしっかりとトライしたっていうところは本当に素晴らしかったなというふうに思います。で、あとはやっぱり今日は、まあ3番鈴木翔平選手ですよね。まあここが、まあ結構ね、うまくハマったかなというふうに思いました。まあおそらく鈴木翔平選手3番で使われたの多分初めてなんじゃないかなというふうに思ってて、まあ本当に鈴木選手3番で大丈夫なのかっていうふうにちょっと僕も思ってはいたんですけれども、まあまず3回のチャンスですよね。こう2、3塁とこでね、まあ源田選手、殿崎選手でこうチャンス作って、まあ2、3塁の場面で、まあヒットが出れば2点入る。まあ長打が出ても当然2点入る。で、まあ犠牲フライとかこう内野ゴロでも1点入るっていうところでね、やっぱり最低限こう1点を取る打撃っていうところをね、やってほしかったと思うんですよね。で、しっかりとそういったところで、まあ、今回ゴロを転がして、こう1点を取りました。セカンドに思いっきりゴロ叩きつけて、まあ、1点を取れたっていうところ。まあ、鈴木翔平選手のやっぱり一番の武器というのは、やっぱ三振をなかなかしないっていうところなんですね。結構こうバットに当てる能力ってところには非常にこう長けている選手なので、まあ、ああいったところで確実にこう叩きつけてても、なんとかね、泥臭くこうゴロ転がして1点取れたっていうところ。まあ、やっぱりなかなか今シーズンのライオンズってね、やっぱ得点奪えてないっていうのは、もちろんこう、そもそもチャンスを作れてなかったりとか、出塁が少ないってところもあるんですけど、まあ、得点圏でああいったバッティングがなかなかできていないというところなんですね。こう進塁能力ってところも、まあ、非常にこう足りてない部分があって、まあ、ただ本当に鈴木選手のああいった攻撃の仕方というかバッティングの仕方っていうところが、まあ、本当に素晴らしかったなっていうふうに思いますし、まあ、なかなかやっぱ3番なので本当は打ってほしいところもあるんですけれども、まあ、こういった攻撃をもしできるのであれば本当に今のメンバーでなら鈴木選手3番でも僕は十分だなと、
いうふうに思いました。まあ他にもっとめちゃめちゃね、まあかつてのライオンズみたいな浅村選手が、秋山選手が、森選手みたいな、ああいうふうにめちゃめちゃ打つ選手がいて、まあそして鈴木選手を3番っていうふうにやってるんだったら彼らを3番の方がいいだろうって話なんですけど、まあ今のライオンズはね、なかなかそういった選手が、まあスラッガーと言われるような選手が、まああんまりいないので、まあそういったメンバーであれば、まあああいったね、ちゃんとこうチームバッティングができる。で、ある程度やっぱりいつも残すことができる。今日も2安打打って打率も2割6分まで上げてますし、まあ結構出塁率ってこうもね、3割超えていて高いので、まあその鈴木選手をこう3番で使うっていうのはね、すごいいいんじゃないかなというふうに思います。まあ攻撃面では本当にそういったところがすごい今回良くてですね、まあただね、打って点を取るってだけじゃなくて、まあこうやってゴロを打ったりだとか、盗塁を仕掛けたりだとかっていうところでしっかりとこう1点を取ることができた。こういった野球をぜひ今後もライオンズの攻撃陣にはやっていってほしいなというふうに思います。まあとにかくですね、本当にこういい悪いがはっきりしてしまっているのが今のライオンズということなんですね。まあいい日は本当にこういったいい攻撃の仕方もできてるんですけど、まあダメな時は本当にこうブンブン振り回すだけで全然点も取れない、チャンスも作れないみたいな風になってしまっているので、まあこういった攻撃っていうのを、まあどのピッチャー相手でもね、こうちょっとやっていってほしいなっていう風に思いますし、やっぱり若い選手もこうレギュラーを取っていくためにはね、まあどのピッチャー相手にもしっかりとそうやって対応していくってことがすごい大事になってくるんじゃないかなっていう風に思うので、まあまたね、今後も期待していきたいかなっていう風に思います。はい、まあね、今もうライオンズはね、ちょっと1試合中止になってしまったということで、まあ本当に先週末から、今週にかけて、まあ9連戦ということでね、まあちょっとハードな、日程になってしまったんですよね。まあ結構しかも中継ぎ陣も使ってしまっているというところ、まあ平良投手7回投げましたけど、高橋光成投手も結構早いイニングで降板したし、松本投手も今日まさかの5回だけってことで、まあ本当に平良投手とか松本投手が高橋光成投手ってこの3人結構イニング投げてくれるの期待されてる3人で割と中継ぎ使ってしまったっていうところがあって、で明日以降ちょっとかなりこの中継ぎ陣のところは不安ですし、まあだいぶ疲労的な部分も来てるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあなんとかね、そこは一番不安要素ではあるんですが、まあブルペン全体でね、ちょっと協力をし合ってというか、まあカバーし合って、まああとは先発ピッチャー、まあ与座投手は明日投げますけれども、まあ本当に1イニングでも1人でも多く投げるっていう気持ち、まあちょっとでもやっぱり中継ぎ陣休ませてあげるんだっていう気持ちをまあ前面に出してね、ピッチングをしていってほしいなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。